分かりにくいグローブかもしれない。いざ伝えるべく、この現世によみがえりし、我ら伊達武将隊、これよりはおもてなしの演舞を披露つかまつ、青葉祭り本祭り、皆の衆、楽しんでおるか。おー、2日目にしていよいよ熱気が高まってまいったろう。俺あれを見よう、山ぼこが動いておるぞ。これぞ伊達の祭りの醍醐味よの。伊達を、歴史を存分に感じてまいるとよい。まずは我が自慢の伊達家中の紹介者、皆の者、盛大に名乗りを上げよ。はっ、うん、はっ、毛虫の前立ては決して後ろに引かぬという我が二重天の鉄印なり。伊達政宗様がいとこにして渡り伊達家初代領主伊達重真である。はぁ、白石城を城主にして伊達の総兵一の武将、伊達家参謀と呼ばれし我片倉小十郎花月殿である。はぁ、花月田が着弾、白石城二代目城主鬼小十郎と呼ばれし我こそは片倉小十郎重綱である。はぁ、ほらブエナスパールです。伊達政宗様の命を受けヨーロッパへ渡った慶長剣王使節アテクラ常長にござる。グラスヤース。陰に陽に日夜三夜を駆け抜け、我こそは伊達の密集団黒幅木組黒市響き。はぁ、あやめぐさ足に結ばんわらじの尾、みちのくの旬と魅力を伝える松尾芭蕉でございます。支えるは主君の夢、我らが支えるは主君の志。民安国体、民が安らかに暮らせる太平の国を築きし、我らが主君。独眼竜伊達政宗様。
米沢に生を受け、18の年で家族を相続し、伊達の棟梁として南奥羽を平定いたした。我が夢は平らかなる世の成就、志すは民安らかなる永遠の都づくり。なればこそ戦国の世あまたの戦や天災を民と共に乗り越え、民と共に森の都の礎を築いた。たとえ400年の時が経とうとも、我ら伊達者よみがえりて皆々と共に歩み続けん。我こそは仙台藩初代藩主伊達政宗なり。我らが住まうこの道の区では、古より祝いの席で演じられてきた三差しぐれと申すめでたき音楽がござれば、こたびの盛大なる開催を祝して伊達武将隊三差しぐれの舞を一つ続けて、我らが剣舞暁をご披露いたそう。伊達武将隊演舞、とくとご覧あれ。
そして剣若月、ご覧いただき誠にありがとうござった。ありがとうござった。改めてどうぞ皆の衆、この舞台も含めお忘れ楽しんでおるか。おー、いや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 、この人でよ、はお、ああ、ここ十何年か、はい、震災があって疫病があって全国各地でも世界中でも災害があって祭りがな下を向いた時があった。ああ、それが40回目を迎える今年はこれだけ集まれたではないか。感無量である。昨日の開催式でわしがブレイクを出たの覚えてるかの。ああ、ブレイクをね楽しんどるか。おお、ああ、皆さん声出して大丈夫なんですよ。もう一度政宗様がおっしゃられますからね。わしなんて言ったっけ。楽しんでおりまするか。ああ、楽しんでおるか。おお、まだまだいけるか。おお、フェスみたいじゃの。フェスでござります。ああ、さてこの祭りといえばやはりスズメ踊り。あ、スズメ踊りというのはわしの城仙台城築城の折に石工衆たち、石垣を作った職人たちが宴の場で即興で送ったものが始まりとされておる。ああ、だから我ら武士は400年前は踊らなかったんじゃ。だがやっぱり見ていたら踊りたくなったということで、ああ、踊らせてくれるかわしらにも。ああ、センスが出てきた。これを持ってわしらは新たな魂を吹き込んでスズメダンスというものを作り上げた。今日初めて見る者もいよう、ぜひともこれ覚えられるならば覚えてきて、わしの仙台城でもいつか共に踊れたらと存ずる。あ、さあ、マズラに負けずにいにしく参ろう。皆の者、翼を広げよう。はは、伊達武将隊スズメダンス、とくとご覧あれ。行くぞー。おー、それ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 、踊れ、チュンチュンチュン、風は風で、踊りゃ白もだぜ。
伊達武将対スズメダンスご覧いただき、また手を叩いてくれて誠にありがとうございました。ありがとうございました。後ろの方々も見えておるぞ。スズメダンスでこんなに拍手をもろうたのは初めてじゃん。これは少しずつであるが市民に受け入れられているということでよいな。中村さんは待機組のマジラの方踊ってくれてますか。覚えてもらうからな、いずれ城で踊るぞ。ありがとうございます。ありがとうござる。じゃあ記憶プレイの、ね、皆さんこの後でございますので楽しみください。20キロの鎧で踊るとやっぱり重いわ。ただのそんなことは言っておれん。まだまだ祭りは続くんじゃ。まだ少なくとも1時間ぐらい続くからな。最後まで全力で燃え上がって楽しんで参ろうではないか。一つだけ告知じゃ。この仙台青葉祭りが終わって月が変わり6月に入ると、はい、最初の土曜日曜日6月8、9日の東北2回目、2週目でございますか。はい、2週目の東北きずな祭りが開催される。今年は仙台での開催、東北、青森、秋田、岩手、盛岡、宮城、仙台、福島、山形から祭りがすべてこぞって大々的にこの仙台でまた盛り上がる。そのようにぜひまた遊びに来てもらいたい。では演舞の最後は勝ち抜きじゃ。右手を掲げ、えいえいおうと三度声を上げる。鶴石みなみな、右手を上げよ。おお、ここに集うし皆の検証、この第40回仙台青葉祭り本祭り大成功を記念するとともに、皆にとっての思い出になる祭りとなることを願って、勝ち抜きじゃ。いざ、えいえいおお、えいえいおお、えいえいおお。この後も存分に楽しむがよい。それでは皆の衆、